ということでやってますね。あのどうですか、実験してみて目処が立ちました。これから送ります。ありがとうございます。ママたちのメンバーなんですね、子供5人から。ちなみに、私はもう6歳と2歳の子供があります。はい、みんな2人ずつ子持ちです。早速ボールで始めてくださっていますが、じゃあ今日はよろしくお願いします。で、近づいたら15年になってしまったというような感じなんですね。はい、この設計はシリアでしたね。シリアのアレッポというところですね。なんでシリア。そうですね、石鹸でむしろ日本で
れは、みんなの、はい、みんなのビデオのためにちょっと作ると思ってたので、はい、ビギッシュってどこで売ってますか？はい、俺ですか、はい、俺は水の口で売ってるんですよ。水の口の出口、はい、で、何口ですか？あれは南口のだけど、田園都市線と、はい、南部線の乗り換えのデッキの上なんです。はい、で、東京駅全体ビッグイッシュ売ってますか？東京、あとの全部ビッグイッシュ売ってますよ。売ってますか？はい、で、例えば大きい駅、渋谷とか新宿、渋谷売ってます、新宿売ってます。で、渋谷のどこで売ってますか？渋谷はね、八甲の前と、あと東京でバスの、それ言いますよ。なるほど。はい、で、新宿とか何口とか？新宿は結構大きい駅です。東南口と、じゃなくて、新南口と、南口と、はい、南口と、はい、あとは、タリオン橋の下だから、はい、あそこに一緒に言いますよ。はい、で、なんで買ってほしいんですか？はい、なんで、人から買ってほしいんですか？その雑誌。ああ、雑誌ですか。これはやっぱり女の子もホームレスのあれだけど、はい、ね、やっぱりいろいろ、ね、知ってもらいたくて、ね、はい、ね、やっぱり、これ、売ってます。あとは、ためになるような、今、いろいろ、映画俳優とかね、はい、いろいろあるんで、売ってます。で、そのお金で何したいんですか？そのお金で、やっぱり、それで、やっぱり、アパートとか、うちを持ちたいです。はい。はい。一冊お願いします。